はい、モモちゃんでございます。ちょっとどいて。はい、モモちゃんでございますね。今回はですね、11月の、月末かな、月末くらいにアイガンさんの一級合格しましたということで、動画を出させてもらったんですけども、それのね、正式な書類が今日到着しましたので、ちょっと開けてみたいなと思います。あんた危ない危ない、やめて。はい、ね、ちょっと中身の方が、あんた気になるな、しまして、まずこういう形で入ってましたね。はい、中身をちょっとまず確認をするんですけども、中身はですね、これらが入っているということですね。はい、認定証と専用のバッジツールに、相談事例というものがあるということですね。はい、でまずはそうですね、わお、すごいなこれ、めちゃめちゃしっかりしてるやつ。やっぱ2級ごときじゃこんなしっかりしたもんもらえないね。まあ、まずこういうあのカードがついてるんですけど、そうだな、まあこれ、はい、ちょっと下は個人番号なんで隠させてもらいますけど、まあ会員証ですね、まずこれ、はいはいはいね、こういうのついてましたね、ね。この度は2018年度愛玩動物使用管理士1級の認定登録いただきまして誠にありがとうございましたと。ふむふむふむ、そうですか、はいはい、ということですねで、お目当てのがこれですね。はい、これでございます。はいね、資格の認定証でございますね。はい、これ私のやつでございます。はい、ね、正式な、あれぼやけてる、あ、いいね、正式な認定証でございますね。はいね、まあ、これが証明書でございます。そして、なんかシールがついてる、すげえゴールドなんですけど、めちゃめちゃゴールドの、はい、これですね。はい、なんでまあこれが証明書ということでございますね。はい、ほい、まあなんかあの先ほどお見せした、あ、登録というか、まあ会員、緑のやつですけども、会員登録されてる方は、まあなんかいろいろ特典がもらえるみたいですね。つけますよとね、はいね、まあこれまた後で読んどきますね。トリミングペットホテルが会員割引になって、 5% オフだって。全国のプリンスホテルの系列の施設が優待遇の価格になりますと。あ、そうですか、うん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 、はい、でこの中身、気になる中身なんですけど、なんじゃろ、まあこの間の2級の時もバッジみたいなのをもらって、あの置いてあるんですけど、確かシルバーだったんですね、その時は。あれ、俺、もう一個動画やっちゃったかな
いや、これが1級ゴールドのやつですね。はい、2級はね確かにシルバーだったと思うんですよ。これがシルバーなんですけど、1級の方はこれ ゴールドですね。これ見えますかね、愛玩動物使用管理士ってこう掘ってあるんですけど、見えるかな、見えますか、わかりますかね。ちょっと見にくいんですけど、こうこれで見えるかな、ね、愛玩動物で下の段が使用管理士という、こうバッジですね。これ1級専用のバッジでございます、はい。ね、で、これ2級の時はこんなんなかったな、ペットの使用相談の実例集バージョン19って、あ、中身これなんか犬とか猫とか鳥ウサギ、爬虫類とかね、はい、そういう実例がいろいろ書いてあるみたいですね。あ、すごいいいこと書いてあるね、これね。分かりやすいのがまとめてやります。これ見てくださいこれね、はい、例えばワンちゃんなんですけど、1番ですね、犬を飼いたいんですが、犬を、選ぶ時のポイントを教えてくださいとかね、集合住宅で飼うのですが、反対読みだとは分かんない、まあ、向いている犬種は教えてくださいか、向いている犬種を教えてくださいって、ちょっとぼやけちゃうね、はい、ね、そういうことが、まあ、書いてあるというわけですね。はい、はい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 、ね、まあ、答えがこれ書いてあるんですけど、まあなんか教科書みたいな書き方されてますこれね、ここに1番なんですけど、これから研修でね、飼いたいのですがっていう1番のやつですけど、すんごい、はい、ちょっと行こう、はい、ちょっと落ち着きなさい、さあ、はい、さあ、はい、いいですよ、そこに、さあ、はい、さあ、落ち着いて、さあ、はい、じゃあちょっとまた戻しまして、すんごい教科書みたいなことがね書いてありましたね。これずらーっと書いてあるんですけど、いやこれはまあ一応やっぱり中身書いてある内容はですね、このまあ住宅の環境だとか家族構成、犬の大きさタイプとか、オスにするかメスにするか、犬とどんな風に暮らしたいのか、とかまあいろいろ書いてあるんですけど、いやまあ一応これは初心者向けの内容ではないですね、はい。で後半になると、何か条何か条何か条って書いてあります。これね、第30条なんちゃらなんちゃらね、愛玩動物法でございますか、はい、書いてありますね。あ、ちゃんと書いてありますね、罰則とか、はいね、はいね、愛玩動物の、はい、管理および法律ですね、はい、これらのことがみっちり載っているものでございました、はいね、それらが届きましたということで、ございますね、はい。で、あとですね、まあ、ちょっと最近の近況で少し、お話をさせてもらうんですけども、ちょっとねゆずちゃんが調子が悪いので、少し、まあ、安静にさせております。まあ今吠えましたけど、すぐに落ち着かせました。で、ケージもね、こちらね、いちごちゃんのケージもやめましたね、子猫やめました、もう普通に、ちゃんとこう
なんていうのかな、まあ所定の場所でね、まあ座布団の上なんですけど、まあこの子にはちょっとこういうももちゃんゆずちゃん専用のあのお布団みたいなのまだ買ってないんですけど、座布団の上でね、まあ寝るような形をもう取ってますので、もうケージいらないような形ですね。はい、トイレだけもちゃんとできるので、トイレという形を取ってます。はい、で、あとね、まあコメント返信もね、お返しをしていきたいと思います。ちょっとバタバタしておりまして、お返しはできておりませんけどね、次回からちょっとお返しをねさせてもらおうかなと思います。いいですかゆずちゃん、ね、はい、いいです。ゆずちゃん OK ですか、ゆずちゃん OK ですか。はいね、そうだな、あとはね、トップページ、ね、このチャンネルのトップページのですね、概要欄で、まあ、少しまた、私の、今回、取りました資格の証明の番号とかね、表記等をちゃんとさせてもらいますので、ね、一応ね、まあ、やる上ではその掲げないといけないという決まりがありますので、その概要欄にね、載せておきます。はい、ね、よろしくお願いしたいなと思います。はい、では次回もね、ぜひご覧になってください。バイバイ。